上、日本征服計画の達成はもはや時間の問題になりました。私に逆らうすべての敵は葬り去り、あとは生徒たちにクーデターの命令を下すだけです。しかし彼らは本当に私のために働いてくれるでしょう。彼らの目を見ていると何かが違うという気がしてならないのです。あの信じ合う心とやらを持つ恐れを知らぬ者たちの目と、京介よ、なぜお前はそんな目をしているのだ。何がお前を変えさせたというのだ。いや違う、昔は二人ともそういう目をしていた。でもまたあの頭痛が。父上、どうすればよいのでしょう。私の中にいるもう一人の私が身を切られるような暗く冷たい檻の中で苦しみもがいて叫んでいるのです。これがあの愚民たちが言う孤独というものなのでしょうか。なぜ京介よ、私に歯向かったのだ。私はお前さえそばにいてくれればそれでよかったのだ。京介。